日本千葉県市川市堀の内堀の内は千葉県市川市の町名。現行行政地名は堀の内1丁目から堀の内5丁目。郵便番号は272-0837。市川市北部に位置する。町域内は3丁目の全域と4丁目の一部が住宅地となっているが、他の町域は農地や里山緑地が残る緑豊かな地区である。 町域北部を北総鉄道北総線が通り、3丁目に北国部駅が置かれている。また、2丁目に市川市立歴史博物館、市川市立高校博物館、堀之内海塚公園、3丁目に北国部駅前郵便局が置かれる。東は稲市町、松戸市、秋山、西は北国分、南は中国分、東国部、国部、北は 松戸市大橋と接している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、堀の内3の11の19の地点で18万5千円平方メートルとなっている。地内の障子、堀の内より、2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 AB 町長別人口。市川市。2017年11月6日閲覧。AB 郵便番号。日本郵便。2017年11月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。小中学校の通学区域。市川市。 2017年11月7日閲覧、ありがとうございます。